こんにちは、ナビゲーターのアンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、六道輪廻という言葉を聞いたことはありますか？この六道輪廻は仏教の教え方で、死んだら生まれ変わる世界、私たちの心の世界など捉え方が非常に難しい部分があります。そこで今回は、仏教での生まれ変わり、死に変わりといった六道輪廻の思想について探っていきたいと思います。それでは、行きましょう。衝撃、六道輪廻。人が死んで生まれ変わる世界とは。六道とは、死んだらどんな世界に生まれるのか。実は仏教では、すべての生き物は自ら生み出した自分の世界に生きていると考えられています。そう、世界は一つではなく、命の数だけ世界があるという考えです。ところが、それでは分かりにくいので、お釈迦様はすべての生きとし生けるものを6つのカテゴリーに分けました。それが六道というもので、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つに分かれます。そしてこの6つの世界は、天上界も含めていずれも迷いの世界と言われています。さて、それぞれどんな世界か見ていきたいと思います。六道、地獄界。地獄界は最も苦しみの激しい世界で、生前に罪を働いた者が落ちる世界です。ここでは閻魔大王が支配しています。そして地獄には第1から第8の地獄があり、階層が深いほど恐ろしい苦痛に満ち溢れています。この世の陽光炉の火を地獄に持っていくと、霜か雪のようになってしまうとか。この世の一番の苦しみを一滴の水とするなら、地獄は海の水のような苦しみだと説かれ、その期間も桁違いに長く、果てしない苦しみの世界です。生き物を殺すと地獄に生まれますが、生まれてから今まで虫けら一匹殺してもアウトだそうです。六道、餓鬼界。お腹が膨らんだ、まるで水死体のような体を持つ餓鬼という鬼たちが住む世界が餓鬼道です。餓鬼は15000年という途方もない長命ですが、常に飢えと渇きに苦悶し続ける世界で、飢えと渇きでガリガリに痩せ細り、骨と皮になって苦しむ世界です。それでも食べたいものも食べられず、飲みたいものも飲めません。生き物は殺していないけど、欲深くケチな人が餓鬼に生まれます。六道、畜生界。畜生界とは動物や鳥、昆虫の世界です。畜生道に生まれ変わると、動物に転生し、弱肉強食という自然界の摂理に従わねばならないという宿命を持っています。弱肉強食で自分より強い生き物に突然襲われて食われてしまう理不尽な世界ですので、常に不安に怯えています。生き物も殺さず、ケチでもなかったけど、因果の道理がわからず、幸せな人を妬み、他人の不幸を喜ぶ愚痴の心で畜生に生まれます。この3つを三悪道と言い、特に苦しみの激しい世界だそうです。六道、修羅界。修羅界とは闘争の激しい世界で、喧嘩や争いが絶えない、険しくも激しい怒りに包まれた世界と言えます。六道、人間界。人間界とは、苦しみも楽しみもある私たちの生きている世界です。六道の中で唯一仏法が聞ける可能性があり、仏教を聞けば六道から解脱できます。六道、天上界。天上界とは六道の中では楽しみの多い世界ですが、極楽浄土とは違って、やはり迷いの世界で、悲しみもあり寿命もある世界です。ここでは神通力や長寿を持つ人間を超越した天人と呼ばれる人々がいますが、人間と同じように煩悩に苦しみ続けている場所でもあるのです。また天人の生き方は煩悩に大きく左右されるため、場合によっては次に地獄に落とされることもあるそうです。仏教では、私たちはこれらの6つの苦しみ迷いの世界を、遠い過去から今日まで生まれ変わり死に変わりを続けてきたと説かれています。そして車輪が際限なく同じところを回るように、これからも未来永劫生死を繰り返し苦しみ続けていくと説かれています。これを六道輪廻と言います。
ですが、いつまでもこの六道を輪廻していたのでは、苦しみの輪から抜け出すことはできません。私たちは六道から離れなければならないのです。これを下脱と言います。六道輪廻を離れる。もし六道輪廻を離れられれば、死ぬと同時に浄土に生まれます。これを浄土往生と言います。浄土のことを極楽とも言いますから、極楽往生とも言います。このように六道輪廻から離れることを下脱と言い、この下脱こそが仏教の目的なんだそうです。下脱の方法は仏教にしか説かれていないのですが、仏教は六道の中でも人間に生まれた時しか聞けません。仏教を聞いて絶対の幸福になることが人界受精の本願であり、人間に生まれた目的だと仏教では教えられています。これには二つの方法があると考えられていて、一つは地獄へ落ちる殺傷罪などを作らないようにして、六道輪廻を引き起こす欲や怒りや妬み、そねみの煩悩をなくすように修行する方法です。これは出家して大変な難航を長期間する必要があると言われています。しかし、もし修行の途中で気を抜いて悪を作ってしまうと、ゼロからやり直しになります。そしてもう一つの方法は、煩悩はそのままで、煩悩よりももっと深いところにある六道輪廻の根本原因をなくすことです。この場合は出家も修行も必要ないと言われていますが、これが一番難しいような気がするのは気のせいではないですよね。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。六道輪廻と言われて一番最初に思いついたのが教会の輪廻っていう、高橋留美子ファンのナビゲーター案です。地獄って設定がすごく興味深いなと、私も一時期いろいろと調べていたことがあって、もうその超絶厳しいんですよね。もう蚊一匹殺したとしてももう地獄ですからね。あと妄想なんかもダメなんじゃなかったかな、煩悩なんか妄想を抱いても地獄っていう、もう妄想がダメならね、私は問答無用で地獄行きですよ。あと数字がもう宇宙的で、地獄の刑期が何兆何兆何千何百何億年とかですよね。一番長い刑期で5京4千5500何兆9800億年みたいな、小学生がふざけて地球何億何千回回ったみたいな、ふざけて大きい数字を言うみたいなノリで、とんでもない数字言ってるみたいなぐらいの突拍子もない時間なんですよね。ほんと宇宙やばいならぬ地獄やばい、私の語彙力もやばいな。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？なるほど、面白かったと思った方はぜひグッド評価をお願いします。またあなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターアンの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。